サムちゃんのぬいぐるみが、なぜむにゃむにゃだ。ただいま、いっぱい買っちゃった。はあ、満足。なんだクソハム、嫌い。おーい、クソハムちゃん。そんなにボロボロにしてたくさん遊んじゃったんだね。クソハムちゃんに見せようと思ったのに。クソハム嫌い。あ、こら。まあまだいっぱいあるけどね。ほら。よし、クソハムちゃんをボロボロにする悪い子はお仕置きだ。かわいい。クソハムちゃん。あ、クソハムちゃん、いいところに。見てほしいものがあるんだ。ん？この前買い物に行ったら、クソハムちゃんのぬいぐるみが置いてあったんだよ。ほら、見てみて。クソハムちゃん。クソハムちゃんには仲間がたくさんいるって言ってたな。仲間を思い出して泣いちゃったのかな。クソハムは短足じゃないでちゅ。クソハムちゃん、すごくそっくりだけどな。でもほら、こんなにも可愛いよ。じゃあどんなぬいぐるみが良かったの？書いてみて。怖っ。かわいいのにな。クソハムのぬいぐるみを作ってるお店はここでした。ここはぬいぐるみ作って稼いでるでちゅ。地球で生きるすべでちゅ。人手が足りなくて困ってたでちゅ。お前も手伝え。手伝ってくれたら飯をやるでちゅ。それでこれ作ってきたの。